よいしょ。あ、全然凍ってる、まだ。あ、でも割れるわ。お肉少なめにしたっけ。お肉に3トン分ぐらい割れたよ。もう多いなら少なめでいいね。なんかあんま肉いっぱい出されても困らん。胸肉2つ分とか出されてもなんかさ、ってなりません。えい、ポンデリング解凍。えい、代用しましょう。解凍。えい。私やることある。あんまないか。なんか味噌汁とかいる。みんなでもそんなお腹空いてないでしょ。本当？もしかしてパパがちょっと食べたいぐらいになってる。本当に他全然いらないぐらいお腹空いてない。はあ。そんなお腹空いてないときはちょっと食欲増進のためにちょいニンニク。てか動画編集してきていい？冷たい人やけど。パパ一人にそこんなもん作らせおってからに。これ虫？虫だー。ハエだ。タンパク質がひっついてるよ。タンパク質だ。つぶれてひっついてる、これ。いやー、おいしいかー。これで中華鍋炒めるぜ。中華鍋は必ず毎回熱熱滅殺。キャベツなんか適当に切っちまえば食えるか。どうでもいいんでよ。ういよいしょ。これ包丁が短いな。芯だけちょっと細かく切っといてやるぜ。はい、これペティナイフでキャベツ切るの緩いがんな。キャベツなんか適当に切っちまえばいいのよ。人参って太もの。油をしっかり塗りてくるぜ。よいしょ。で、切る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 。何食べても叩いてみる。おい、玉ねぎなんか適当でいいんじゃきたろう。おう、どうじゃ。あ、ちょっと細かく切りすぎたな。じゃ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 ーん。これが今日のメインディッシュの鶏肉でございます。実はすでにこの人は切られているので、解凍さえされたらそぎ切りにした鶏肉さんに戻るはずなんですけど、全然ダメっすね。全然解凍されてないっすね。で、塩と砂糖で水つけてあるんで、そんなにパサついていないはずの鶏肉さんとなっております。あ、でここにパパの大好きなニンニクを刻んで入れちゃえばいいんじゃない。一緒にね。はい、一緒に食べてください。完成。絶対ない。焼き肉なんかない。わかんない。育てるため。油固めてある最中だから、がっつり油を入れちゃうよ。いい感じに固めてきましたかねって。もう一回。熱いよね。お熱いですよね。
ニンニクが解体されていきます。できた。パンチ入れる。あれ、逆え、まだ何も入れてない。え、まだ何も入れてない。多分ニンニク、ニンニクが、ニンニクの匂いだけで鉄で焼いてるのと、じゃない焼肉食べに行った分かるんだ。分かってしまうな。お腹空いてきたって言おうと思ってるけど、これはニンニクのせいか。そうだよ、ニンニクは食欲が増えるからね。本当に他全然いらないぐらいお腹空いてない。はぁ、あ、なるほど。そんなお腹空いてない時はちょっと食欲増進のためにちょいニンニク。タレ甘いの中にちょっと辛いぶち込む赤味噌出てこんこれ。えい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 、うまい。ああ、オッケー、一気にホイコーロー。ああ、焼肉屋さん、誰がどう見ても焼肉だこれ。あとブーティン、お肉も食べてくださいという願いを込めて。あー、めっちゃ生姜にいいかもしれん。やじゃやじゃん。よし、ではいただきます。鶏の胸肉ですが、そぎ切りにし薄く切ったので食べやすい。柔らかい、めちゃくちゃ柔らかい。いただきます。全然結構いいな。うん、柔らか。もも肉のか、めちゃくちゃ安いから俺らみたいに皮使わないならこれで全然いいじゃん。うん、うん、柔らかい。うん、まとめ買いしよう。まとめ買いしてある程度そぎ切りにして下処理しちゃえば全然食べれる、いける。うん、うまっ。うん、うまっ。うん、うまっ。焼肉食べたくなるね。うん、俺も食べたい。ごめん、ティッシュも持ってきてもらっていい？ああ。うん、うまっ。うまっ。うん、かた。何がキャベツ。キャベツ、うん、ガムチして芯もぶち込んでるから、うん、芯だけかた。うん、うまっ。言うほど辛くないよね。うん、ちょっと辛い。大丈夫？ダメよ、うん、ちょっとだけ辛い方のタレも混ぜたのよ。いつもの黒いのが甘い、美味しいやつ。じゃあ赤どうなんだろうと思って、うん、まあチロッと舐めたらちょっと辛かった気がしたから、今回ちょっと試しに7-3ぐらいで入れてみたのよ。3ぐらい全然わかんないね。うん、
で赤いのはついてるじゃん、だから唐辛子は俺1ミリも辛くないのね俺1ミリぐらい辛い。なちょうどいいぐらいだよね、ちょっと辛いかなぐらい。どうしたな、見たぞ、うまっ。